ではあなたのファンディング希望額は2000万円でお願いいたします。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼いたします。今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせる。ではまずお名前をどうぞ。虎の皆様、はじめまして、石川かな子と申します。千葉県から参りました39歳です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、次にあなたの希望する投資形態は。投資でお願いいたします。ではあなたのファンディング希望額は2000万円でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は。スマートお守りで若い女性に安全とときめきを、ご両親には安心を届けたいです。ではオールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。それではまずあなたのご経歴と今回のビジネスプランを簡単にお話しください。はい、ありがとうございます。私の経歴なんですけれども、私は早稲田大学法学部を卒業して、グロービス経営大学院大学で MBA を取得しています。早稲田大学卒業後は内閣官房内閣情報調査室という、ちょっと乱暴な言い方をすると日本版 CIA と言われているような情報機関で、情報収集分析業務というものに長年携わってきました。で、前々回のアメリカの大統領選挙の時ですね、2012年に1年間ワシントン DC にあるシンクタンクに客員研究員として派遣されまして、その時にこう初めてアメリカの空気感というか風みたいなのに魅了されました。それで日本に帰国後にですね、いろいろと思い切って公務員を辞めまして、アメリカに渡ります。で、アメリカではインターナショナルインシチュートオブグローバルレジリエンスという、危機管理の教育と研究を行っているスタートアップシンクタンクで、総務開発部長として新規事業の開発ですとか、イベントなどのマネジメントなど多岐にわたる活動をしてまいりました。ただ講師ともにいろいろありまして、やっぱり骨をうずめるなら、自分が生まれ育った大好きな家族や友人がいる日本がいいと思い直しまして、日本に2015年に帰国します。で、帰国してからはですね、フリーエージェントのコンサルタントとしてエグゼクティブアシスタントですとか、あとはベンチャービジネスなどの支援を行ってきました。それで仕事をしながら MBA にグロービスに通いまして、2019年の春に MBA を取得しました。で、ちょうどそのタイミングで、今回ご提案させていただく事業プランといいますか、アイデアを思いつきまして、このアイデアをぜひ形にしたいと思って、2019年の7月に株式会社グリグリという会社を立ち上げて今に至ります。で、今回ご提案してさせていただく、事業内容なんですけれども、事業コンセプトを一言で言いますと、お守り DX です。皆さん、こういったお守りって虎の皆様とお持ちになったことありますか？で、このお守りとテクノロジーを掛け合わせることによって、このお守り自体の機能をパワーアップさせて、もしもの時は本当に守ってくれるスマートお守りを開発します。で、身の危険ですとか生命の危険を感じた時に、簡単な操作で家族や友人にヘルプを出せる機能を付加することによって、突発的な事件や事故、病気、性暴力などから若い女性や高齢者を守りたいというのが今回のプランになります。よろしくお願いいたします。まだちょっと全体像が見えてないんですけど、子供が持つGPS みたいなものとの、ちょっと違いっていうのを簡単に聞いてもいいですか？はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと資料も見ていただきながらご説明させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？はい、はい、こちらに子供用の見守りデバイスなどと何が違うかということを、基本的に書かせていただいているんですけれども、子供用のものっていうのは結局親御さん主体なんですね。親御さんが親のスマホで子供が今どこにいるのかっていうことを調べることができるものになっています。で、このスマートお守りはですね、やっぱりじゃあ親にですね、自分がどこにいるのかをずっといつでも分かるようにって、中学生とか高校生になったら嫌
だと思うんですね。私も絶対嫌でしたし、そういうやっぱり心理がありますので、今ある子ども用の GPS っていうのは結局中学生以上は持たせることができないわけですよね。持ちたくないからっていうところで、じゃあどうしたらいいんだろうというと、やっぱり女性たちの心理としては、普段は知られたくないと、でも何かあった時だけ助けてほしい。で、親御さんとしてはやっぱり自分の娘とかなので、いつまでも見守ってたいっていう気持ちはあるんですけど、持ってくれないっていうところで、その絶妙な距離感、何かあった時だけ知らせてくれるっていう絶妙な距離感を持つことができるっていうのが今回のスマートお守りになります。それ自分で操作しないと、そのオンオフが切り替えれない。自分で、はい、SOS を出した時にしか、親とか、まあ、事前に登録しておいた緊急連絡先なんですけれども、そちらに SOS 通知は届かないので、基本的には普段はもうノータッチです。見た目はお守りなんですか？はい、見た目はですね、今プロダクト開発中でして、デバイスデザイナーの方とですね、やっぱりもう見ててときめくような、持ってて可愛いと思えるような、そういったデバイスを開発しているデザインしている最中でして、こちらは最初に上がってきた6案ですね。僕襲われたことないからわからないんですけど、はい、こう例えば女性が、はい、防寒に襲われます、はい、このちっちゃいものをカバンに入れてます、はい、多分パニックになってて探せないと思うんですよね、はい。時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア、株式会社サンエイト代表取締役竹内浩一。 YouTube の可能性をいち早く見出し、ビジネス界に激震を与える。好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー。 YouTube 界の太陽はいかなる志願者の未来を照らすのか。探したとしてもそれをオンにできる状況が、はい、確保できるかってなった時にちょっとクエスチョンが出るかなと思うんですけど、はい、その辺はどういうイメージですか？はい、ありがとうございます。まさにそこでして、今ある防犯ブザーなども必ずボタンを押さなきゃいけないとか、何らかのアクションが必要なんですね。実はまあこれの背後には私の原体験がありまして、竹内社長はね、襲われたことないっておっしゃったんですけど、私実はそういう体験がありまして、なのでとっさの出来事でやっぱり頭が真っ白になってしまって何もできなかったんですね。で、どうやったらそういう時でも対応できるのかっていうので、今回はですね、振動で起動するようにしてるんですね。だからカバンの中にさえ入れておけば、何かあった時にもう逃げられないかもしれないし、声も出せないかもしれないけど、頑張ってカバンだけは叩いてと。そうすると振動でお守りが起動して、防犯ブザーモードになっている場合には、周囲に音で危険を知らせると同時に、事前に登録しておいた緊急連絡先に SOS が届きます、はい、ありがとうございます。スマートお守りで女性の安全と安心を守りたい。既存の GPS アプリや防犯ブザーとの違いを明確に答える志願者。開始早々練り上げられた事業計画、虎たちは心をつかまれる。滑り出しは順調か。カバンの中でゆさゆさなっても、その叩いたのと同じような反応は示さないんですか？はい、ありがとうございます。そこの日常生活のやっぱり振動と SOS の時の振動をどういうふうに区別するかというところで、プログラム開発して特許を出願しております。あ、もう作ってるんですね。はい、開発始めております。はい、プロトタイプを現在作っているところです。で、今回はですね、プロダクト化のための開発資金のために本日お願いに参りました。これ、ちなみにごめんなさい、ハードにする必要があるのかなと思って、はい、例えば携帯にそういうアプリを入れて、はい、カバンの中に叩いたら携帯の振動で連動するみたいなのはできないんですか？はい、ありがとうございます。そこもまあ、もちろん検討の余地はあったんですけれども、今ですね、アプリですとやっぱりですね、アプリを起動しないと使えないんですね。で、アプリのものでしたら今でもいろいろとありまして、例えば警視庁さんが作っているデジポリスとか、まあ、いろいろあるんですね。でも皆さん普段はあれはアプリ使わないので、じゃあアプリインストールしてても、とっさの時にスマホを起動することがまずできません、そもそも。でも起動できたとしても、じゃあそのアプリどこに入れたっけって探すことも多分まず不可能で、それで競合優位性のところでですね、すぐに使えるかどうかというところでですね、バックグラウンドで動かないってことですね、アプリだと。そうです、はい。なのでアプリを起動して何かできるような時間的余裕がある場合には、もちろんそちらを使っていただいて構わないですし、その臨機応変に今いろいろ選択肢を増やしたいというのが根底にございまして、アプリを入れたからこれがいらないとかではなくて、その時の自分の状況に合わせてどう対応するのが一番いいのかというところを、その方自身がとっさにこう選択できるような、そういった環境を作っていきたいと思ってます。これは通知されるだけですか、それともブザーが鳴るんですか？あ、
ブザーもなります。はい、防犯ブザーボードになっている場合には振動とともに音が鳴ります。それと同時に緊急連絡先に SOS が行きます。自動録音もできるって書いてある、ね、はい、そうです。すごい。それは切り替えるんですけど、やはりその外で急に襲われる時っていうのは基本的に防犯ブザーモードでいいと思うんですけど、その自動録音の対策はですね、顔見知りからの性暴力というものに対応していまして、その顔見知りからの犯行って実は結構多いんですね。それをどういうふうにこう対応を取っていくかっていうところで、まあ、証拠を残すために自動録音機能というのも備えています。やっぱり誤動作がすごい気になるんですよね、はい、そのタップの部分で、それはどうでしょうか。はい、そこの部分なんですけれども、一応プログラムは開発しまして、まあ、特許も出願しておりますので、実際、まあ、テスト上とデモ機といいますか、それ上ではそこの区別がちゃんとつくということはできています。ただ今デバイス自体もプロトタイプを開発中ですので、それがまあ出来上がった段階で今後微調整といいますか、まあ、必要になってくると思います。うち娘4人なんで、はい、心配なこといっぱいあるんですね、はい、でも小学生の子ってこうやっぱりカバン叩いて遊ぶこともあると思うんですけど、はい、なんかぶつけたり、ねするじゃないですか、はい、活発なんで、はい、そこら辺ってどんな風に区別するか教えてほしいですね。株式会社ティズインベストメント会長竹之内幸宏、リラクゼーションサロンリラクルを創業。わずか7年で直営600店舗まで拡大し、飲食店、EC サイト、セラピストマッチングアプリ、ホグフなど数多の事業をたった2年で立ち上げる。リラクゼーションの虎は癒しの力でタイガーファンディングの流れをどう変えるのか。対象がですね、中学生以上のお嬢さんをイメージしております。あ、小学生じゃないんですね、はい、今ですね、小学生はほぼ 100% 皆さんランドセルに防犯ブザーつけてるんですね、うん、学校で多分配られてるというか、はい、でですね、ただじゃあ中学生になったら一気に皆さん持たなくなるんですね。そうですね、はい、そこの切り替えのところでやっぱり問題としてはですね、じゃあ性暴力の被害者って年齢とともに実は増えていて、10代20代で 70% 以上占めてるんですね。で、意外と小学生っていうのはやっぱり行動範囲も狭いですし、親御さんとか地域に見守られてると、防犯ブザーも持ってたりとか、あんま遠くにも行かないので結構安全は守られてます。ただやっぱ中学生高校生となると行動範囲がいきなり広がってきますし、あとはやっぱりこう成長していくので女性としての魅力も増してきます。あとは油断ですね。やっぱり子供の頃大丈夫だったからもうずっと大丈夫でしょうって結構思っちゃうんですよね。スマートフォンをで音楽を聴きながら歩いてる子とかって 75% 経験いたりとか、歩きスマホもそうですね、いたりとかして本当に好きだらけなんですね。だからその小学生の以降の中学生高校生と、それを対象としてます。うん、僕のイメージではですね、はい、やっぱりその小学生は持たせれば持ちますね、はい、で中学生の場合って、まあ、通学の時は例えばカバンに入れとけばいいんでしょうけども、はい、これが例えば遊びに行く時ってやっぱりカバンも変われば、はい、手ぶらで遊びに行くこともあって自転車に乗ることもあると、はい、その中で常に持ち続けることが困難で面倒くさくなるんじゃないかなっていう気持ちがあるんですけど、そこはどうですか。はい、そうです。なのでなんでじゃあ大人の女だんだん大人になってくると女の人たちが持たなくなるのか、そもそも持たないのかっていうと、まあ、3つ理由がありまして、一つがやっぱり防犯グッズですと、もしもの時にしか使えないものなんですよね、うん、そうするともしもの時にしか使えないものをやっぱり毎日持ち歩くのってめんどくさいんですよ。で、二つ目が、あ、これ持ってるけどいざ本当になった時これって何か役に立つのかなっていう疑問があって、もう一つはやっぱ可愛くないんですよ、うん、可愛くないからやっぱり自分の身につけておきたくない、自分のそばにあまり置いときたくと思わないっていう心理があります、うん、なのでですね、おっしゃって質問のところなんですけれども、要はスマートお守りとすることによって、お守りって意外とその女性たちが毎日持ち歩くものベスト5に入るんですよ。なのでお守りとしてることによって、なんかこれをいつでも持ってるとなんか守られそうとか助けてもらえそうっていうところのポジティブな気持ちで女の子たちには持ってもらえる、防犯グッズとして持つのではなくて、私だけの神様のお家として、もうモバイル神棚みたいな感じですね。なのでそのデバイスの中に、このお守りの中にはこうナイフと言われるものが入ってるんですけど、そのナイフをその神様のお家に入れ替えまして、あとはですね、例えば高校受験を目指している人だったら何々高校合格しますようにとか、あと好きな人ができたら何々君と両思いになりますようにとか、そういうことを書いたメモでもですね、一緒にデバイスの中に入れて願いが叶うように毎日持ち歩くというイメージです。なるほど、説明は長いのになんでこんなにいい感じなんでしょうか。
いやいや、僕説明長いと大概ダメなんですけど、なぜか分かんないですけど、よく分かりやすいですね。ありがとうございます。はい、素晴らしいです。虎による鋭い質問に対し的確に答えを返す志願者、そのビジネス戦闘力に虎がうなる。次回中盤戦、事業計画の全貌が明かされると、議論はさらなる白熱を見せる。先ほどその常時起動ができないという話もあったんですけど、常時起動しているアプリもありますよね。